ブルーノ・ソリアーノジドは、スペイン・バレンシア州、カステリョン県アルタナ出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。彼の出身地である、アルタナとビライコールレアルは、同じバレンシア州、カステリョン県に属し、15km ほどしか離れていない。ビジャレアル CF の下部組織に加入し、ビジャレアル CFB ではキャプテンを務めた。2006年7月15日、UEFA インタートトカップの NK マリボール戦でトップチームデビューした。同年10月1日の RCD マヨルカ戦でプリメーラディビシオンデビューし、そのシーズンはリーグ戦で3試合に出場した。2007年のプレシーズンのレアルサラゴサ戦や AS、リボルノカルチョ戦では PK を蹴る際にチップキックを使っている。2007から08シーズンもセンターハーフの控えとしてスタートしたが、レギュラーの星子の怪我により出場機会が増加。2007年11月14日にはコパデルレイの UD、ラスパルマス戦でトップチーム初得点を挙げた。2008から09シーズンはたびたび左サイドバックでも起用され、26試合に出場した。2009から10シーズンは33試合に出場し、ミッドフィールダー陣最多の出場時間を記録した。2010年7月には FC バルセロナからの興味が報道されたが、8月5日にビジャレアル CF との契約を4年間延長して2016年までとした。2011から12シーズン終了後には、セグンダディビシオンに降格し、バレンシア CF から移籍金900万ユーロでの獲得オファーが提示されたが、ブルーノはこれを拒否して、ビジャレアル CF に残留し、2020年までの新契約を結んだ。2012から13シーズンのビジャレアル CF は、セグンダディビシオンで2位となって、1シーズンでのプリメーラディビシオン昇格を決めている。2013から14シーズンには、キャリアハイの6得点を挙げたが、うち3得点は PK によるものだった。2015年12月31日には、エスタディオエルマドリガルで行われた、バレンシア CF とのダービーマッチで、直接フリーキックで得点を挙げた。次節のデポルティーボラコルーニャ戦では、後半ロスタイムに PK で決勝点を挙げた。2017から18シーズンは、足首の負傷で全休し、1試合も出場しなかった。以降も怪我で全く試合に出場することができずにいたが、2019から20シーズン6月22日のセビージャ戦で約3年振りとなる出場を果たした。しかし同シーズン限りでの現役引退を表明した。7月13日、リーグ最終節の SD エイバル戦では、キャプテンとして先発出場、88分までプレーし、勝利に貢献した。2010FIFA ワールドカップ後初の招集機会で、ビセンテ・デル・ボスケ監督によって、スペイン代表に初招集され、8月11日のメキシコとの親善試合で、スペイン代表デビューした。ボランチの一角として、先発出場して72分間プレーした。2016年5月には、UEFA ユーロ2016に向けた、スペイン代表候補25人に選ばれ、出場メンバー23人にも選ばれた。6月17日にニースのアリアンツリビエラで行われたトルコ戦では64分にダビド・シルバとの交代で途中出場し32歳にして主要国際大会デビューした。サンティ・カソルラとは戦友と呼べる間柄であり、カルソラとソリアーノの2人には現役続行不可能とも思われた怪我を強靭な意志で乗り越えたという共通点もある。ありがとうございます。